島津は橘山城深くまで攻め込んどる。全軍直ちに出撃、一刻も早く橘山城を救援するんじゃ。将軍殿が稼いだ時を無駄にしてはならん。豊臣の歓迎の準備ができておらんぞ。すまん、どうぞ来るな。だがまだ生きている者もいる。彼らを助けられまたやり直そうぜ。立花を味方本陣と敵の砦が近いのを疲れのに対策を頼むわ。戦火よ開門、湯布んとこまでもうすぐじゃ。持ちこたえてくれよ。先の戦で弟の直次は宝満尊城を守った。岩屋城の陥落によって直次は孤立した。島津は直次に橘山城に届けることになった。直次の投降と宝満山城の開城を要求した。直次は城兵の命を守り、島津の兄に従った。がここに直次がいた。どうもこうも島津にはめられたのだ。一刻も早く直次を奪い返すぞ。父上はご無事なのですか。お前が無事でよかった。
行くぞ。宗重を勇気づけてやれ。九州の作品を散らしてやる。九州を奪い、次は関東か。天下人とは傲慢だ。私も橘山城で共に戦い、この国の未来を築きましょう。間に合ったわ。橘豊臣の将兵たち、ようやってくれた。今度はこっちの番だ。岩屋城にこもる島津軍を一掃しちゃるわ。流れは豊臣に変わった。まずは満足。負け戦をひっくり返すのは島津のみよ。義久、年久、出るぞ。天下人を気取る猿に一泡吹かしてくれよ。カイドウ、すいません、総攻撃をかけてきよった。こりゃ本陣の守りを固めるのが先だ。なんと素晴らしき戦果よ。我が息子豊久よ、島津の未来を背負うのはお前だ。決して死に急ぐでないぞ。今我らの戦をその身に刻むのだ。敵ではなかった。耐えきれん、当ててもらう。敵将うちと二人。さすがに釣りのぶさは使えん。軍に飲まれよう。いや、もう釣りは成功しておる。秀吉が九州に来た時点で我らの勝ちよ。九州を通りして狙うは島津の本領兄。まったく兄じゃとは構わぬ。圧倒的な負け戦か。そう来なくては。この戦場、今よ地獄よ。なめるな。橘の誇りこそ天下無双なり。戦よ、受けた屈辱倍返しにしてやろう。バクチ妙理に尽きる。両方そのまま北走る。よっしゃ、最後のポケモン邪魔ったら全軍岩屋城へ総攻撃だ。開門。最後まで諦めない。この身果てるまで。